はい、今回2013年12月からの日産の最新納期の方が判明して、新型車の情報とリコール情報を紹介しながらですね、最新納期の前にリコール情報から紹介して、10月の26日に現行新型ですね、フェアリー Z がリコールが発生して、リコールとしてはフロントバンパーのガタの発生ってことですね。で、修理に出さず放置し続けた場合、最悪衝突軽減関連ですね、不具合が発生して、まあぶつかってしまう可能性があるってことで、修復内容としてフロントバンパークリップの固定用スクリューを正規トルクで締め付けっていう情報で、で、新型車の情報としては10月から遡ってですね、10月10日にキャラバン50周年記念車が発売、50周年アニバーサリーですね。で、翌日の11日には車中泊向けに専用設計装備化されたマイルームの方ですね、キャラバンマイルームが発表されて、50周年記念車がベースとなっていて、で、同時にですね、期間限定の特別商車ロンチエーションも発表されて、価格の方が判明していて、リッターのガソリン車が595万8700円から613万4700円まで、 2.5 リッターディーゼルの方が662万6400円から714万100円ですね。で、注文受付はすでに開始していて、ローンチエディションの方ですね、専用ボディカラーのサンドベージュ、ホワイトのツートーンが今年いっぱいまで、で、その他のボディカラーに関しては来年の1月末までですね、受付をしていて、で、発売時期に関してはローンチエディションの方が発売が早くて来年4月で、マイルームに関しては来年夏ですね、7月か8月あたりに発売っていう情報で、で、11月に入って11月10日にですね、セーナが特別商社 V セレクションを追加、ガソリン車が発表してもう1周年ですね、経過して、そのガソリン車の発表1年を記念しての特別商社 E パーに関しては今年4月に登場したんで、まだそこまでですね、日にちが経過しなくて、ハイウエスター V がベースですね、ガソリン車となっていて、で、11月20日にはですね、軽乗車日産デイズがマイナーチェンジ、9月末あたりにですね、正式発表されて、年内発売という情報だったのが11月20日にマイナーチェンジしたみたいで、143万7700円、ハイトワゴンのヒンジドア車ですね、ルークスもマイナーチェンジして、デイズの方ですね、マイナーチェンジを実施で、これからの新型車の情報として、コンパクト SUV のキックスの方ですね、新型車の情報ができていて、モスパショットの方も捉えてるんですよね。ただ2020年6月に日本で発売してまだ3年弱しか経過してないですけどね、時期的にはマイナーチェンジなんですけどね。ただ海外の方だともう2016年から発売していて、もう7年が経過してるんですよね。だ、まずは海外の方でフルモデルチェンジをして、で、遅れて日本ですね、フルモデルチェンジをするという情報で、ライバル車ホンダカーですね、 WRV が正式発表して、またボディスペックとか搭載エンジンが違ってきてるんですけどね、まあ WRV の方がガソリン車専用ってこともあって、車用価格もですね、50万か60万ぐらい、まあ250万台に抑えてる情報なんで、コスパはいいように思うんですけどね、まあ結構装備差があって、あとは大型ミーバン、フラッグシップのエルグラウンドもですね、フルモデルチェンジっていう情報があって、エルグラウンド現行がもう2010年から発売されてるんで、もう今年で13年がですね、経過して、新型で4代目ですね、
まあ、一方でも生産終了するんじゃないかという情報もありますけどね。あとはミドル SUV のエクストレイルとかノートのですね、改良情報があって、ノートさんでシートミー版が発売するという情報が前から言われてますけどね、まあ詳細な情報は入ってきてはなくて、で、あとはスカイラインですね。日産の現行のセダンで一車種だけとなっていて、そのスカイラインがフルモデルチェンジ、去年8月で、まあ、シーマ、フーガ、あとはスカイラインのハビットがですね、生産終了して、現行のセダンだともうスカイラインのガソリン車しかラインナップしてなくて、マイチェンゴア V6 サンディッターですね。46,400円。まあ、ニスモが追加されたりと、まあ、来年あたりに、来年の後半までにですね、フルモデルチェンジするんじゃないかって言われていて、では続きまして2023年12月号の日産の最新納期、注目車は夏にマイチェンしたルークスとか秋にマイチェンしたデイズあたりですね。あとは特殊照射追加したセーナあたり、フェアリー Z オーダーストップの状態がついて、 GTR はオーダーストップですね。で、アリアもオーダーストップから長くて、なかなかオーダー復活せずに、年内オーダー復活する可能性低いですね。で、MT100 リッパー、1ヶ月か2ヶ月。で、アトラス、2トンの肉が3ヶ月か半年で、で、その他グレードに関してオーダーストップですね。で、NV100 リッパー、1ヶ月か2ヶ月。で、AD がお問い合わせくださいになって、まあ、オーダーストップになっている可能性が高いですね。で、スカイライン。3ヶ月か4ヶ月。ニスモに関してお問い合わせください。で、NV200 バネット。3ヶ月か4ヶ月で。で、キャラバン。2、3ヶ月。ちょっと納期の方、先月日と比べたですね。納期の方延長傾向で。で、エルグランド。まあ、相変わらず納期は早め。1ヶ月か2ヶ月。で、NV100 クリッパーリオ。1ヶ月か2ヶ月。で、デイズが、マイチェン後で1ヶ月か2ヶ月で、まあこのクラスとしても納期の方ですね、短めで、まあ同メーカーも軽自動車に関しては納期の方早いですけどね。レルークスマイチェン後1ヶ月か2ヶ月、まあスーパーハイトワゴンサイドドア車の方ですね、ライバー車で言えばダイハツタントとか、あとはホンダ新型 NBOX、スズキ新型スペーシアですね。NBOX は10月、スペーシアが11月にフルモデルチェンジを実施して、まあスペーシアが若干納期がかかるぐらいで、NBOX とかとタントもですね、納期1ヶ月か2ヶ月ぐらいなんで、まあルークスも同じぐらいの納期。で、セレナ。E パワーの方ですね、最近納期が早まってきて、もうガソリン車とそこまで納期差がなくなってきて、1ヶ月か2ヶ月で、まあ、セレナに関しては、ボクシー、ノアとかステップワゴンとかやったらですね、かなり納期が短めで、他のミドルミーバンだったら早くても、半年ぐらいじゃないですかね。まあ、最長だとも1年前後かかってくるんで、で、キックスが最近納期の方変わってきて3ヶ月か4ヶ月。エクストレイルが3ヶ月か4ヶ月で、まあ、ミドル SUV としてはですね、ライバー車より納期の方は短めで。で、ノート1ヶ月か2ヶ月。コンパクトカーとしてもですね、
納期の方はかなり早くて、オーラも1ヶ月か2ヶ月ですね。さくらも一時を考えたかなり納期の方短縮傾向で1ヶ月か2ヶ月リーフはお問い合わせくださいの手ですね。日産は月に1回ぐらいしか納期の更新がなくて、月末ぐらいですよね。まあ先月比と比べたら全体的に納期の方は延長してますけど、何車種かですね。人気車はそこまで納期の方は変わってなくて、相変わらず納期の方は早め、まあ軽乗車、特に普通車、ミニバンと SUV ですね、ライバル車より納期の方が早くてですね、最長でも半年っていう情報なんで、オーダーかける車種に関しては最長で半年、早かったも1ヶ月前後ですね、納車できて。はい、今回2013年12月号の日産最新納期と新型車の情報、リコール情報について紹介しました。